が入り口です。世界の真理へ。落ちていくような、登っていく。落ち続ける。そこに地面はありません。ごきげんよう。おお、ついに全てを集めていただけたのですね。これで強いリムをここに定着できる。各社様、鼓動の力を注ぎ、形を得たリムが進むべき道をあなたに示します。おそらく戻れぬ道となるでしょう。それでも先に進まれますか。どうか終わらせてください。各社様のお力で。よく来た各社よ。さっさとケリをつけよう。私を倒し、この世界の王となる。ここへ至る前に見ただろう。それが世界。お前が旅してきた場所、そしてお前のものとなるだろう場所だ。難しい話ではない。これまでの通りだよ、各社よ。必要なのは意志。生を選び取る力だ。さあ、戦え、各社よ。これまでの道のりでそうしてきたように。そして東王、お前を戦わせているのは何だ。お前に旅を続けさせ、ここへと導いたものは何だ。お前を生きさせているもの、それは何だ。そう、それが意志だ、各社よ。意志、ただ意志だけがお前をここに連れてきたのだ。作り出したように、私はあらゆる生命を生み出せる。神の技、そうとも言うな。だが真実というものははるかに無慈悲だ。これはルール。何人たりと抗えぬ世界の仕組みそのものだ。生命は、そして世界は単に器なのだ。そう、ボーンの民と何も変わりはしない。生きようという意志は生を戦い取ってきた。その選択の上に制限される。意志とは、すなわち練られた生、戦うことで定められるもの。ボーンが各社の導きを請うように、世界もまた生きる意志を求める。さあ、続けよう、各社よ。お前がただ動くだけのうつろな器でないと示してみせよう。お前、本よりもっと大きなものを従わせる魂を持つと示してみせよう。
お前がこの歪んだ円環をつなぎ止めるに足る意志を持つと示す。聖を求めあがいてみせよ。聖をあがくだけの価値があると示してみせよ。戦略だ、各試合。苛烈な先の生を掴むのか、安寧のうちに生に蓋をするのか。そう、前に踏み出す何があろうと、それが生だ。後戻りすれば平穏な敗北を与えよう。選択だ、各社よ。お前は選ぶのだ。単純な選択だ、各社よ。進むのか、死ぬのか。進まば、死ぬられし彫刻のしるべを。死ぬかば、かりそめの。そうか、安寧を求めるか。それもよかろう。そうか、やはりお前も恐れたか。よかろう。うろんなる日々のうちに、かがり火のごとき安息を求むがよい。我はまた、定めの鎖を断つ者を待つとしよう。もはや我が言葉など、いや、彼の言葉も聞いてはならぬ。お前には戻るべき場所があるはずだ。迷うことはないだろう。お前には守るものがあるのだから。そうか、これがお前の選択。まあ無理をするなと言っても聞くようなお前ではないか。だが、いつだってお前のことを案じておる者のこと忘れるな。
今やお前は限りなく我に近づいている。さあ続けよう。かつての我が力を呼び戻し、各社にふさわしい戦いとしよう。ここが次の地だ。存分に震え。そう、我を打ち倒そうというこの意志、この魂の力だ。我が失いつつあるもの、戦艦を回すもの、永遠を巡らせるもの、そうする意志だ。我らは戦い、意志を示さねばならない。今やお前は限りなく我に近づいている。さあ続けよう。かつての我が力を呼び戻し、各社にふさわしい戦いとしよう。ここが次の地だ。存分に震え。そう、我を打ち倒そうというこの意志、この魂の力だ。
我が失う円環を回す者、我らは永遠に戦い続けねばならない。繰り返し繰り返し繰り返す世界、永遠に永遠に永遠に。我らは永遠に戦い続けねばならない。繰り返し繰り返し繰り返す世界、永遠に永遠に永遠に。各社よ許せ。すべてはお前の意志を試さんがため、ここへ至るは各社の定め。流れの中に我々はおり、その断りに従い動いている。皆はそこを巡り練り上げ続けるのだ。永遠の輪の中で世界と共に。やがて精錬に足る魂を持つ者が現れましょう。そう、あなたのように。それまではあなたが世界を良きよう治めるのです。神たちの剣リディルがこれに。世界を滑る身である我は滅ぶことを許されません。そう、この剣でしか。新しき世界の主よ、真剣にて古き身に解放をお与えください。見覚えのある景色です。新しき世界の主よ、永遠を担う者よ、すでに我が命は尽きており、願わくはその真剣にて去りゆく身に解放を賜りたいのですが、今しばし猶予があるのでしたら我が知る限りのことをお伝えしましょう。ならば新しき世界の主を何について話しましょう。世界の主、その名の示す通りです。あなたがあなたの旅してきた世界を滑るのです。各社がポーンを生み出して刺激するように、世界の主海王は渦潮のあらゆる生命を司るのです。そう、ある者はこれを神と呼ぶのかもしれません。それが正しいのかそうでないのか私には分かりません。ただそれはずっと続いているのです。気が遠くなるほどずっと永遠に。リムとは空間をつなぐ門、広大な世界の一部に過ぎません。新しき世界の主よ、すでに我が今しばし。ならば異界を渡るポーンの言葉によれば、世界は数多に無限に存在するのです。無限、そして永遠、完璧なる円環の世界。円に始まりも終わりもないように、この世界にも始まりも終わりもないのでしょう。仮に始まりや終わりがあるのだとしても、永遠の時、無限の世界にとらわれた我々にはそれを知る術はありますまい。少し雰囲気、新しい、すでに今しばし。ならば、あ、そう、内潮にも生があり死がある。永遠ではなく皆がその時を生きている。けれどもそう、それは
ポーンの生死と同じようなものなのです。彼らは世に現れ、消え、また現れる。無限に湧き続ける泡のように。そしてそれらはすべて永遠のこの世界のうちにある。海王として長く世界を見ていれば、そのことがおのずと知れましょう。うつしおのあらゆる動物が、魔物が、そして人が、幾度も生まれ幾度も死に繰り返す。すべて永遠のうちに。リムの世界と新しき、すでに今しばし言うならば、あなたをここへ導いた力、そして世界の永遠の円環を巡らせる力となる。繰り返し生み出される生命の中で、ここではないどこかを強く求める生命が時折現れる。それこそが各社意志の芽吹き。うつしおにドラゴンを使わし、各社を導き、意志の力を永遠を紡ぐ力へと変える。それこそがこの世界が連綿と続けてきたサイクルなのです。新しき世界の主、今しばし猶予があるのでしたら、我が知る限りのことをお伝えしましょう。ああ、これでいいのです。これで解放されます。永遠から、無限から、無常なる円環のそのうちから。ご機嫌いかがかな？開けてください！
マスター私と同じなんですね。私の命はおばあちゃんから、あなたはあの人から、そうやって私たちがちゃんと生きて死ぬ、そんな世界をあの人が望んだ。
Thank you.